え、弱くね？伝説の？何の？そして、ブリー隊長。ブリー隊長って決まったわけじゃないけど、多分そうよね。よーし。スポーツクラブ、あ、全然、今そこで乗った意味全くなかった。はい、信号を守ります。よーし。へえ、横断歩道からちょっとそれたからって。ブブーじゃねえよ、ブブーじゃ。ここね。んで、その妖怪とやらは一体、どこに？あ、一階ではないんやね。行く先を選んでください。じゃあ、二階へ。どこの階におるか教えてくれんの？あ、ここでもない。三階ね。行き先を選んでください。三階。おいし、あ、なんかすでにあっこに三匹の妖怪が。当スポーツクラブは紹介制となっております。紹介のお客様はご利用いただけません。ご了承ください。このお姉さんは人間よね。え、なんで普通に。こっち？おお。いろんな妖怪たちがトレーニングしているでふ。ハックンが言ってた伝説のトレーナー妖怪はどこかな？それっぽい妖怪を探してみるだに。すごいな、なんか。爆速。横で走ってるあいつ、やるじゃねえか。俺も負けてられないぜ。うおー、止まらねえ。よくその角度で走れるね。隣のあいつ、俺のスピードについてきてるだと？ちくしょう、負けてられないぜ。うおー、駆け抜けろー。この子は？マイペースなの？あわわ、動く。この床、勝手に動くんです。あわわ、お米がこぼれる。あわわ、お米こぼれちゃうんです。かわいい。超かわいいんですけど。あれは。おお、力持ちやん。コンテア、ジャポンに。いくら俺が力持ちでも、これを持ち上げるのは厳しそうだ、持ち。頑張って。何このデカさ。尋常じゃないよ。これ？なんかワンペースに出てくる電話みたいやね。なんでありますか？え、こいつなの？もしかしてあなたが伝説のトレーナー妖怪さんですか？ナメクジ軍曹であります。伝説のトレーナー妖怪？自分はナメクジ軍曹であります。ケロロ軍曹でありますって言いたくなる。お、何の音だに？すごいでありますな。ふふふ、お探しのトレーナー妖怪殿であります。おお、やっぱり来た来た来た。おお、このお方が伝説のトレーナー妖怪。俺はブリー隊長、ワイザップのトップトレーナーだ。ワイザップ？ワイザップは俺が考えた全く新しいダイエット法だ。ブリーズビートキャンプで思いっきり運動し、さらに厳しい食事制限を行い、太らない体になるであります。太らない体、すごいでふ。オラッチもワイザップやりたいでふ。ほう、ワイザップに入会希望というわけか。歓迎するぞ。だったらまずは体験トレーニングだ。トレーナー陣、集合。あれ、紹介制じゃなかったん？大丈夫？なんかお肉っぽい妖怪ばっか出てきた。ワイザップのおすすめするタンパク質メニューだ。食べられる。タンパク質は筋肉のもと。こいつら戦って筋肉アップだ。戦ったって脂肪にはならないよ。バトルスタート。え、超可愛いんですけど、なんか。え、あの左端の可愛い、何あれ。必殺技が使えない。え、速攻でやっつけちゃったよ。速攻でやっつけちゃったよ。じゃあとりあえず動かせんけん、みんなアイテム拾って。ふーんだ、いじけてるよ。いじけちゃったよ。ちょっと待ってね。お払いしとくよ、釣り糸。お払い完了。ピコーン。さあ拾って拾って、みんな。あ、あれは、ちょ待って、狙う。はよし、オッケー。何今の。なんかゲットしたけど、脳みそみたいなの出てきたよ。勝利。なんだ、簡単だな。カリカリベーコンピザ。なかなかやるじゃないか。ここまでは合格点だな。だが、ワイザップは始まったばかり。まだまだ続くぞ。ねえ、まだやるの？ちょっと聞いてないんですけど。
てかデカニャン戦ってなくね、戦ってんのか。ゼイゼイ、もうちょっと休ませてほしいデフ。え、怖いよ。次は足抜きスパーたちと太ももをシェイプアップだ。ってことはさっき、コーラ爆速と気になる太ももをエクササイズで綺麗にかっこよくしていくぞ。なかなかハードそうだに。あ、でも次2匹やん。おおお、今回俺も参戦するぞ、覚悟しろ。そういうこと、マジか。2匹しかおらんと思ったのに、ブリー隊長入るん。強そう、普通に強そう。ね、必殺技全然使えんねえけどさ、どういうこと。あ、よし、あ、まだ使える。ちょ、技 OK になってたじゃん今。早く早く必殺技。よーし、聖剣バーニング行くぞー。ブリー隊長が怖かった今、取り憑かれとる剣かな。一撃メラメライオン聖剣バーニング、よし。そしてちょっとツリーと後ろに下がってきて。あ、待って、それよりウサピオン前に行こうか。あ、2匹とも前へ、ちょっと、あ、前へ行きすぎ、メラメライオン前に行きすぎ。ん？早っ。え？ブリー隊長弱っ。マジで？イェーイ。え、弱くね？伝説の？何の？オーケー。お前ら、なかなかのコミットっぷりだったぞ。は？コミット？それってどういう意味？なんでやねん。納得いかないであります。どう？痩せた？デカニャンどうだったに？なんかちょっと体が軽くなった気がするデフ。それだ。それがワイズアップでコミットした結果だ。これなら、ワイズアップならできるかも。ブリー隊長、オラッチを正式にワイズアップに入れてくださいデフ。俺のトレーニングは厳しいぞ。お前にそれが耐えられるか？もちろんデフ。オラッチはどうしても元の姿に戻りたいんデフ。ナイスガッツだ。気に入った。今から俺はお前の専属トレーナーだ。一緒にコミットしていこうじゃないか。紹介制じゃなかったっけ、ここ。はい、よろしくお願いしますデフ。必ず結果が出るはずだ。ビクトリアーン。ビクトリアーンデフ。ミッションコンプリート。デカニャンのダイエット、このままうまくいくといいね。あゆな、ありがとデフ。これはほんのお礼デフ。ヌー第8号を手に入れた。おお。おお、ここでまさかのヌーゲットでありますか。リトルグリーンとかいう宇宙人の特集号デフ。君たちこういうの好きかと思って持ってきたんデフ。ありがとう。あざーす。でもさ、なんでデカニャンがこんなの持ってんの。どうしたどうした。あゆな、そこは飲み込んでほしいデフ。ラジャーであります。なんでそこ触れちゃいかんかった。そうだ、お前らも一緒にコミットしていくか。遠慮しておきます。遠慮しとくだによ、ワイズアップはハードすぎるだに。ですです、私は小学生だしまだちょっと早い的な。だったらこのスポーツクラブを紹介してやろう。え、安心しろ、ここのトレーニングはワイズアップほどハードじゃない。ちょっと待ってくださいよ、そもそもトレーニングする気なんか。ここのスタッフは優秀だ、しっかりとトレーニングを積めばビクトリアーン、パーフェクトなボディになれるぞ。さあ、俺がちゃんと話しておくから1階の受付に行ってみろ。あ、ありがとうございます。いろいろあったけど、とにかく依頼は解決だにね。おお、やったね。デカニャンのダイエット作戦バッチリ解決。おーし、オッケー。お、さすらいのマント手に入れたよ。やったね。ルーレットボーナス。さあ、来い。何かしら。何がいいかな？スタミナムとかかな？お、やった、スタミナム2個手に入れた。イエーイ。ケータに切り替えたらストーリーがリンクする。なんか盛りだくさんだな。よくやったぞ、デカニャン。お前らも協力ご苦労だったな。あとは俺に任せておけ。肉焼きもおるやん。お前なかなかやるじゃないか。肉食わしてやりてえとこだが。
あのコーチの前で食わせるとうるさそうだな。ガハハ。美味しそう。うっしっし。あいつ痩せられっかな。ステーキングかわいい。ほう、お主悪くないの。なかなか素敵じゃったぞ。星の焼くステーキのようにの。ステーキ食べたい。これは痩せられそうでふー。まあ、これを選べれるなら全然ね。私なら絶対受けたくないわ。で、何？一階の受付？一階へ。そして、受付、一階の受付ってどれ？これ？あ、そこのお客様、ちょっといいですか？ SSC ヨッピー。君たちですよね？ブリー隊長が紹介したいっていうのは。みんなブリー隊長は見えるの？でも、小学生にスポーツクラブは早すぎませんかね？あ、ごめんなさい。関係あるのはそっちのウサギさんですね。何？ミーのことが見えるだに？どういうこと？何を隠そう、ここの3階は妖怪専門のスポーツクラブなんですよ。だに？それはなんとなく分かってただに。まあね。妖怪のお客様にはそこでいろいろなトレーニングを受けてもらえるんです。ってことは、ここの人たちは妖怪を信じとって普通に見えとんや。桜スポーツクラブの3階は妖怪専用のフィットネスクラブ。肉体改造をすることで妖怪を鍛えることができるんです。すごい、力コース、揚力コース、守りコース、素早さコース。鍛えるには様々なバトルプログラムで GP を貯めなきゃいけません。GP とはガッツポイントの略でトレーニングのために必要なポイント。勝ち抜き戦では通信対戦さながらの6対6のバトルでガッツポイントを貯められます。ミッションバトルでは様々なお題を達成するとガッツポイントをもらえます。ボスバトルではバーチャル空間で数々のボスを倒してガッツポイントを貯めます。ただし、ガッツポイントをもらえる代わりにお金や経験値はもらえません。ああ、そうなんや。また、クリアしたコースの種類で会員ランクがアップしていきますよ。会員ランクがアップすると、より少ないガッツポイントで肉体改造できちゃいます。いろいろなコースをクリアして会員ランクアップを目指してね。これはなかなかやりがいがありそうですね。自分じゃないと分かった途端に。頑張るのはミーたちだけどだに。ご利用の際は私に声をかけてくださいね。オッケー、オッケー。あ、じゃあ、ブリー隊長からの紹介っていうことなんやね、これは。なるほど。もし、それじゃあ、とりあえず、間違えた。チャリに乗りまして。おぉ。ん？今、またしても導きが。でも、これ追いかけてもなぁ。ね、特にいいことがある時とない時の差が激しいから、ぐるぐる回ってんじゃねえよ、おい。どんだけだよ。おい。捕まれよ、おい。え、こっちでしょ、だから。止まってんじゃん。何が出るかな？妖怪じゃありませんように。銀のこけしを手に入れた。なるほど。なるほど。オッケー。待ってね。おし。んで、事務所どの辺やったっけ？あれだあれだ、見えた見えた。うおー、させんね。はい、あー、やべえやべえ。ただいまー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。